はい、つぶれっす、オリックスの新監督候補でね、セ・リーグ OB 編でいきたいと思います。ちなみに僕ベイスターズファンで本当にね、オリックスについて何も詳しくないので、ざれ事レベルで聞いてください。話題性重視ってことでね、まずじゃあですね、もう一回ね試してほしいなって、結果が振るわなくてもう一回試してほしいなっていうお二人をピックアップしました。ヤクルトからは古田、横浜からは谷繁、谷繁ね、中日かな、谷繁、古田のお二人ですね。まあどっちもね、兼任選手兼任監督で、まあ結果が出なかったお二人ですよね。古田なんかもったいないですよね。もう史上最強のキャッチャーと言ってもいいぐらいのね、選手がまだもう一回ね監督として見たいですよね。まあ谷繁もね、やっぱりね、まあぶっちゃけ横浜で見たいんですけどね、まあ、やっぱりもう一回ね監督としてね見たいなって思いがあります。次いきましょう。次はまあ解説者というかね、現場で見てみたいなってね、多分コーチ経験もないと思うんですけど、現場でやってほしいなの2人をピックアップしましたね。阪神赤星、巨人小畑、どっちもね関西に関係してますよね。小畑 PL 学園なんでね、赤星もねやっぱりね、ずっと解説者で生きていくのかな現場で見たいですよね。桑田も全く同じですね。桑田なんてもう本当にね、巨人でもやる気ないのかな、もう指導者やんないですかね。すごい考え方好きなんですよね、桑田の。桑田ってすごいさ、なんて言うんだろう、現代向きじゃない、すごい理論的というか、もうスポーツ根性みたいなの、スポコンすごい嫌いですよね。すごい否定派なんで、桑田もったいないなってね、監督出身なって思います。赤星桑田でした。最後、もう一回復帰してほしいちょっとかぶるかな、もう一回ね、実績のある監督復帰をしてほしい2人をピックアップしましたね。中日から落合、広島尾形、いやどっちも名監督でしょ。まあ尾形はね、まあちょっとね評判良くないっちゃ良くないんだけど、一応3連覇してますからね。3連覇した監督ですよ、尾形。いや落合は言うまでもないでしょ。落合はもうほんともったいないですよね。もう名将でしょ、名監督でしょ。このもう一回見たいっすよねっていう意味でね、もう どこのチームで見てた落合なんて、もうもはや落合尾形をピックアップしましたってな感じで、個人的にねオリックスの新監督どうでしょうか、皆さんの意見も聞きたいですね。